店舗 B の田島です。ローズサイド店舗をテナントに賃貸していると、テナントの方から代わりのテナントを紹介したいというような申し入れをされることがあります。つまり借り主、テナントの地位承継ということです。逆に地主さんの方からも貸主の地位承継ということもあります。例えば相続で土地の所有者が変わる場合や、土地を売却する場合などがそうです。でこの動画では、ロードサイド店舗で、テナントから地位承継の申し出があった場合に、地主さんの方が注意しなければいけないことについて話をしたいと思います。ロードサイド店舗以外にも、テナントに賃貸している家主さんだったら、共通することも多いと思いますので、最後までご覧ください。でまずテナントの立場から地位承継について考えたいと思います。なぜテナントが、今まで賃借をしていた家主さんに、代替テナントを紹介したい、地位承継をしたいというふうに考えるのかということです。普通に考えると、テナントは中途解約をして退店すればいいだけの話で、退店後のテナントを家主に紹介する必要はないからです。テナントが地位承継をしたいと考える理由は、大きく分けて3つ考えられます。でまず1つ目の理由は、違約金、つまり中途解約のペナルティを逃れたいからです。特にロードサイド店舗の場合は、敷金全額、さらに建設協力金の残額没収というように、テナントからの中途解約には、高額な違約金が発生します。ですが賃貸契約書では、代替テナントを紹介した場合は、違約金が免除される、このように書かれている場合もあります。そのために、テナントは代替テナントを紹介しようとします。でこの時の契約ですけど、一旦前のテナントとの契約を終了して、新たに紹介したテナントと契約をする場合もあれば、今までの契約、つまり現契約はそのままにして地位承継の覚書を締結する場合もあります。でテナントが地位承継をする二つ目の理由は、解約する方のテナントが設備や、家具、造作を、次のテナントに売却したい、つまり造作譲渡をしたい時です。で最近は、この数もだんだん少なくなってきているんですけど、10年ぐらい前は、退店時に有償で造作譲渡をするっていうケースが、多く見られました。でこの時に現契約をそのままにして地位承継で後継テナントを紹介する、こういうことがありました。でテナントが地位承継を行う3つ目の理由、それは、テナントが中途解約をすると、やっぱり家主さんに迷惑がかかるので、迷惑がかからないように、契約を引き継いでくれるテナントを家主に紹介する、簡単に言うと退店するテナントの善意っていうことです。普通に考えると、ローズサイト店舗に出店するような大手企業は、家主さんの迷惑を少なくしたい、こういうことを考えて地位承継などをしないと考えがちなんですけど、実は意外に多く、そういうことを考えて次のテナントを紹介する例もあります。でこれは、私の考えなんですけど、テナントの店舗開発の方、特にベテランの方っていうのは、いろいろな会社の店舗開発をされてきた人が多くて、テナント同士の横のつながりや、人脈の広い人がいます。でそれでその店舗開発の担当者個人の考えで、家主さんに迷惑にならないように、代替テナントを紹介する、こういうケースがあります。以上、テナントが地位承継を提案する理由として、一つは中途解約の違約金を逃れたい。二つ目は造作譲渡をしたい。で三つ目は家主さんにかける迷惑を少なくしたい。このような三つを挙げました。家主さんにとっては、テナントが退店するっていうことは、基本的にはもうデメリットでしかありません。でテナントが退店するときっていうのは、テナントの方も大変な状態になっている。こういうこともあります。代替テナントを提案する。こういう提案をされた家主さんは、本当に慎重に判断する必要があります。退店するテナントからの、地位承継の提案は断って、元の賃貸借契約書通りにしてください。このようにした方がいいという場合もあるので、気をつけて判断をするようにしてください。これからもこの動画では、地主さん、家主さんに役立つ情報を、
定期的に配信していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。